新型芝山源右衛門御南都衆本川桃助お切り前手形改め組下高橋上次郎御徒目付衆柴田三蔵本間方林大二郎以上。移住許可の印象は受けられましたか。あ、しかし駿河で百姓せねばならぬかと思えば足もすくみます。お互いにこれがやり一筋のご奉公でしたらな。毎日の米は食べても、さて今度は貴様つくれと言われてみると当惑いたします。道具屋を呼んで寝踏みいたさせますと足元を見込んで十両と申します。さようでございましょう。私の方なども巻き体でなら買うなどと申すのでございますよ。育児のない話だが、思い切って長家の婿にでもなろうか。お相手があるまい、貴公のお面じゃ。大変無力で移住してこの先どうなるのかな。徳川家800万石転じて70万石となるか。それまでまで口前は回るまい。いっそどうだ、鉄砲屋の手代でもなるか。みざらな話はやめ。貴公たちは何者だ。証拠を取らんと欲する者はいてまう声されべし。先日の私にまで手伝いなり何なりになればよし。くしょ。ご老人よほど借書がお好きらしいな。いやいるいる、相変わらず多いの。たんべしこれそうかも。我々を犬と見なされたか。いや犬とは申さん、ふと申したまでじゃ。不服でもあるか。ある。よし聞こう。居住して70万石の一藩士になられたらせよ、徳川家は厳然としてあるのだ。時勢に勝ち誇って我々を恥ずかしめる、それは武士たる者の言動ではありますまい。これ無駄なんだい。失礼いたしました。いや決起の口論です。どうぞお引き取りを願います。その気概はわかる。しかし今は誓いの時ですぞ。お騒がせしました。進みます。おじさま、あの兵隊悪い方の兵隊ね。お尋ねいたします。はあ、こちらに西尾修造先生がお見えになっておられましょうか。お見えのようだな。ありがとう存じます。じゃないか。ご一家どうだ。新兵、俺はこの通り立派になったじゃろ。侍もぶった切ったぞ。ところでお前いつ東京来た。今着いた。ああそれは奇遇奇遇。俺の宿舎は神田和町だ。大いに団地を切ってこいよ。おい、和町の人間ならここには用はなはずだ。帰れ。私は
西尾先生にご面会を求めているものです。あなたからそういうに言われ。何？町人なら町人らしくものを言え。貴様も薩長を重ねきて徳川武将をあざけるつもりか。いつさようなことを申しました。薩長とは共に天を抱かすというのが我々の心境だ。無駄になる。行け。何をなさる。行け。ずり売るだ。これ何を争っている。静かになさい。に学びました春平と申します。石川塾。はい。石川君は私と共にオランダに留学されたお方だ。お達者か。昨年亡くなられました。まあ、うん、高額の志は入れてあげたいが、この時世だ。お断りするほかはない。私には徳川家から移植された事業が山積しておる。それに間もなく江戸も去る。先生、いずれ参られるのでございますか。沼津、そこで兵学校を開く。幕府陸軍の立て直しをせねばならぬ。では春平君。先生、時勢が君を拒ませるのだ。諦めたまえ。私も沼津へ参ります。青年は今日もついてきているかな。何？来ない？やはりついてくるようでございます。うん。踊りはあの西尾先生です。なるほど、怖い目をして睨んでいったな。この道中歌っていくのは兄上ぐらいでしょう。のんきすぎます。人間それぞれの生き方があるからな。ふらりとしてはいけどもしょたまきつちんちん。あら、おじい様。もういい。この方のご親切に甘えた。ありがとうございました。道中の辛さは相見たがいです。そのお荷物お持ちいたしましょうか。いえ結構です。
官所でございますね。いえ、栄所です。私は西尾先生の後を慕って沼津へ参ります。まあ、沼津へ。あなた方は？沼津でございます。本当に私たち、これからどうなるのでございましょうか。さあ。沼津に兵学校ができるというから、わしは試験に応じてみようと思う。採用なかったには多少のお手当も出るとのことだし。お手当はともかく、最新の兵術を学んで、今一度薩長の奴らに。父上、どうなさいました？年取ったな。わしもこの手たらくだ。なんだ、君だったのか。あら、お兄様のお知り合いでございましたの。わしが持つ、よこしたまえ。持てますか。何、失敬な。お兄様。まさくん。長州のやつに助力は怖い。生命は、拙者岡崎譜代700石奥詰め重体。いや、家柄が六だかはどうでもよろしい。生命は、は、藤田一六でござる。なるべくお手柔らかに。お黙りなさい。試験に手加減はない。我も我もと大層集まってきよったの。このうち何人が入学を許されることか考えると心細いな。たとえ入ったところで新政府から横槍一本入れられや、いつ取り潰しにならんとも限らんさ。取り潰し？さよう。我々は俗言徳川家の子弟さ。新政府の邪魔者だからな。162番。あ、ごめん。声明は？あ、栗野正邦。ここを読んでみたわい。毎夜円月堂に属座し、進士するところあれば名実必ず中殺あり。しばしば大獄を起こし、大使より以下皆これを襲う。総員にあること19年、天下の乱を要請せり。しかも将を悟らず、しかれども安禄山林母の術数を襲う。故にその世を終わるまで未だあえて反せず。ああ、ちょっと。で、その安禄山とは？見当がつかんな。どんなことを聞かれるのか。まさか清本の文句じゃないだろ。163番。はっ。おい、どんな問題が出た。18連です。安禄山のことを聞かれました。安禄山。はて、何だったかな。そら、あれですよ、楊貴妃の。ああ、小野小町か照手の姫か。あの楊貴妃の囲い者か。安禄山は、安禄山という山は。何？山？は、は、その安禄山という山は唐の名山でありまして、
からでございましょう。うん。あなた。うん。もうあそこへ座り始めましてから今日で3日にもなりますし、この雨でもしも体に触るようなことがありましては。とも言うが、わしには激務がある。残念ながら余裕がないのだ。先生、先生は私にどうしても学問の志を捨てろとしてるんですか。いや、そうは言わぬ。しかし、ついて学ぶべき人物は他にも大勢いるはずだ。洋学の下に振る者、天下にわし一人だけでもあるまい。この上は郷里に帰ってかまぼこ屋の業を継ぎます。うん、それほど君は学問がしたいかも。はい。うん、近く開設される兵学校には他藩の指定を入学させぬことになっているが、しかし吹ける者は日本国広しといえども、わしの他にはそう何人もいないはずだ。こうして吹くんだ。なるほど、激しい音だ。主として戦の駆け引き、暗号に用いるものだ。はあ、裏貝の類だな。今変な音がしなかった。うん、この器物を鳴らしたんだ。何です？ラッパ。ラッパ。何がおかしい？高価なものでございましょうね。うん、一貫のラッパとともにこの沼津へ来たわけだ。では、にわかなく道中楽だったろう。わしはご丁寧に鎧水を背負ってきた。兵学校に鎧はいるまい？無用の長寿だ。おかみ、貴様に使わぞ。ワンステックの飾りにでもしろ。あいにくうちには娘切りでして、お雛様の方で。なんはまだか。あら、ございませんわ。そう怒らずに早く作れ。これ、またそんな失礼な顔。これ。はい、かま。今夜はめでたい入学祝いじゃ。この円面の中心に一点を期して、これより円周に至るの直線を、これを円半径と名称する。円面の中心を貫き、十字に二個の線を引き、互いに直角ならしむるならば、この円面を四個の相等しき部分に分割をしたこととなる。しからば、この一部分はこの円面の何分の一か。君。は、では誰か。あ、君。四分の一です。その通り、四分の一。早く覚えたまえ。この四分の一の部分を正弦と名称す。長州の奴らにこうしてぶち込めたらな。もしもし。はあ、あなたの寄宿願いは本日聞き届けられました。はあ、部屋は何寮3番です。なんだそいつは。僕たちと同室するのか。賊沼たよりの通達だ。
致し方あるまい。関さん、僕たちは目下五稜郭で薩長を相手に戦っているのだ。長州のやつと同室はごめんこぶる。ともかく言って、賊の方に断じ込んでいた。なんじゃ、今日もう来よったのか。お部屋に加えていただきます。部屋中がかまぼこ臭くなるだろう。栗野君、君が長州を憎む気持ちはわかる。わしらにもないとは言えん。だが、同室のよしみだ。ちとお手柔らかにしてやったらどうだ。この富岡さんに頼まれたんですって。ああ、あのラッパの。あれは桑原さんよ。鍋と小皿と杯を少々借りたいんですが。いや、何ですね、鍋なんか。鶏を煮てくんです。まあ、あんたは鶏を。私はただの使いですよ。町人はやっぱり走り使いをさせられます。だけど、寮の中でそんなことしてもいいのかしら。鶏を食べるなんて。門番の目をどうくらまして持ち込むか一苦労です。それじゃお鍋と。他に小皿とおちょこと、そうそう、お調子もいる。あ、ゆうべお客さんからいいものいただいたの。新聞っていうもんですって。ほう、どれ拝見。あげる。横浜新報面白うんさ。ああ。イスパニアとアメリカとの間に不和起これり、アメリカ政府より鉄張りの軍艦をイスパニアに送りたるよし何か。返してもらわなくてもいいように少々欠けたのばが入れときましたよ。どうもありがとう。どうしましょうか。いや、あらよう。その節は。いや、おめでとうございます。え、兵学校。ああ、いや、何
兄から伺いました。上の兄は試験に落ちましたの。ああ、あの時の。ええ、でも百姓するのも面白いだろうと申して。自宅もございません。よし、俺がやってみる。よかった。あの、足はこうして踏ん張った方がいいようでございますな。お、そうか。どう考えても情けないな。我々が鍬を持つことになろうとは。紋のついた着物を着て百姓するとはな。もう尻をはしょったところは、損と定九郎だ。どれ、今度はわしがやろう。うん、寮にいても二言目にはおい町人です。やむを得ません。兄は分けても、あなたは激しいことと存じる。無理もありません。お父様が五稜郭で私の国の者を相手に戦っていらっしゃるんですから。しかし時が経てば自然ほぐれてまいりましょう。いや、泣いている泣いている。今に食われるのも知らないで、不憫な先生だ。さあ、お宅も近いんでしょう。持ちます。ください。いいえ、まだ大丈夫。おお、千と鳴いているな。問題、鶏が先か、卵が先か。わかりませんわ。コロンブスの卵という話、知ってますか。いいえ。コロンブスというのは、アメリカ大陸を発見した人です。旅行がしたいな。私の父はアメリカへも参りましたわ。え、五稜郭行ってらっしゃる。はい、幕府の軍艦で艦輪丸と言いましたか。勝さんが艦長で、父は蒸気型として向こうへ渡りましたの。その時求めてきた英書もございます。おお、どんなもんです。ありますか。今も間もなく父の形見になりましょう。それだけは売らずに持ってまいりました。何でも経済の本だとか言いました。え、貸してください。あら、壊れましたわ。貸してください。痛いわ。ぜひ拝借したい。大事に読みます。そうですか、経済の。さあ、どこにあります。ご主人参ります。俊平さん、痛いわ。失礼。あ、ご存知だったんですか、私の名前。え、そりゃ、じゃあ私ここへ持ってまいりますわ。家には兄そっくりのおじい様もおりますから。そうですか、きっと待っています。ぜひお願い。え、いや、しまった。誤って落としたものなら仕方もあるまい。これはまずかい。これも使えるぞ。かけどっくりで酒を汲むのもまた一興だ。どうもまだ生あったかいやつの気をもしんだとは気持ち悪いな。貴公、そんな柄でもあるまい。新聞です。これも回ってきました。何だ、放浪文庫。ああ、なかなか便利なもんだ。どうぞ、新知識が載ってるかな。よし、俺読んでやろう。南部宮古湾において戦争数、ジャパンタイムス新聞より訳出。冬野君、回転丸の記事だ。回転丸がどうかしましたか。奮戦したらしいぞ。五稜郭なる俗軍を撃たんとて出奔せる官軍の船隊は、ところどころの港にて風待ちし、南部の宮古湾に着し、ここにて停泊す。時は3月25日のことなりしが、天気もうもうとして霧深く、明け7時半ごろ、いずくとも知れず、見慣れざる蒸気船一艘、アメリカの旗翻返し、艦船戊辰丸さしてきたれり、こは俗船回転丸なり。俗船、
賊とは何事だ。艦船ストーンウォールを奪い取らんとして大胆にもただ一戦にて来たれるなり、舳先を持って一山にストーンウォールめがけ行きかけて蒸気をひとたび止めたり蹴る。さて回転丸の人々、砲火の中を越え来てストーンウォールへ飛び込み、勇ましき働きをなせしが不幸にしてこの人々をたちまちに切り殺されたり、この時母神丸乗組の長州人一人、いらざることにライフルを一発放しければ直ちに回転丸よりも放発したり。待ってください、打ち死にした者の名前が出ておりますか。うん、終わりにある。回転丸船長甲賀元吾をはじめとし、野村利三郎、栗野彦太郎。見せてください。勝てば官軍か。こしゃくな言葉だが致し方もない。どこいるのだ。西尾東通りに会いに行く。父の志をついて五稜郭へ立て参じる覚悟。五稜郭へ。べんべんとして学生でもあるまい。よし、俺も行こう。五稜郭へ。うん。他に我々と志を同じする者があるはずだ。疑問しよう。新政府その何する者ぞ。待ちたまえ、両子。室長として言う。断じて今行ってはならん。なぜです。一週間待ちまえ。今の君たちは冷静を欠いている。何、一週間。一週間というのは例えだ。栗野君、君の信じは分かる。しかし江戸地へ向かうこと必ずしも我ら徳川武士の道ではあるまい。榎本殿の口中もさることだが、純木の見るところ残念ながらこの度の戦いに勝算はない。これに加わって賊として倒れるよりは伸びんがためにはまず屈せよ。大層期して今我々は学生となっているのではなかったか。一旦の興奮は将来を誤る。もう一度観光を望みます。それがいい。今夜多いのを何食。Philip had sufficient reasons for revenge. Elizabeth had refused his hand on her accession to the throne, had sent aid to the revolted Netherlands, and had captured his trading vessels. At the moment when all Catholics were indignant at the Scottish Queen's death, seemed a favorable time to attempt the conquest of England and the foundation of a Catholic empire in the west of Europe. But the destruction of Armada raised the renown of England. The whole country was thrilled with a strong impulse of patriotic enthusiasm. Admiral Howard of Effingham. Philip had sufficient reasons for revenge. Elizabeth had refused his hand on her accession to the throne, had sent aid to the revolted Netherlands, and had おむらだな。何をだ。取り潰し。それに違いない。
加え。The revolted Netherlands and had captured his trading vessel at the moment.先生は先年ひとたび徳川氏の徴用を受け伊豆国と栄を願い禄を求めて
かの正藩正将の使徒御前へとおかけになられた。先生はそのご決心を今にして翻されるのですか。私はかつてそのように書いた。その信念は今とても変わりはない。が、しかし今は小なる己を捨てて大河に就こうと思うのです。わかりません。私にはわかりません。時勢が変わったのはわかります。しかし先生の去られるのはわかりません。諸君、薩長道をはじめ300に近い各藩は、おのおの兵を養い武器を要して、がしかし、今はこれを一つの日本にまとめるべき時だと思う。大村兵部大夫は国民開兵論の提案者です。すなわち、全国士農工商の市民二十歳に至る者ことごとくを兵籍に編入し、官級のように備う。これです。嘱望されて、この平成改革、軍法周期のことにあたるのは、取りも直さず生涯を捨てて大河に、国家百年の刑に就くことです。私のお断りしかねる真意もそこにあるのです。先生、しかし。しかし、解散しよう。では、戻りに帰れ。今夜は飲む。おい、飲ましてくれ。よかろう。ああ、胸中の分、何によって破産やだ。通院しよう。よし、飲もう。俊平君。はい。ここへ来たまえ。はい。君もはるばるわしを慕ってきてくれたが。先生、お供願えないものでございましょうか。いや、君は学校にとどまれたまえ。いずれこの学校も東京に移転される時は来るかもしれん。しかし先生。俊平君、わしは時々君が羨ましい。いや、それは今の君は苦しかろう。察しておる。しかし時には君が羨ましい。
の領の家内はあれは何事だ。我々は何とかこれ。いい、塩焼き負けた。まず賄いの改革だ。文明会議の時勢だ。牛肉を食わせる出るか。よし、それがいい。面白い。やっちゃおう。よし、それ、いいんだ。どこにいると押し出せ。シンゴラッパなんだ。西尾頭取は今日ご出発なさるんだ。え、東京へか。さよう。ではやっぱり行かれるのか。師匠なる己を捨ててか。
教授室まで来てください。教授室？ええ。何か心当たりはないのか。さあ。なんだ日曜だというのに。お待ちになりまして。いや、今日はお見えにならないかと思いました。すみません、おじい様が急に悪くて一昨日から伏せってしまいましたので。おお、それは困りましたね。で、お医者様は。いいえ、まだ。それはいかん、なぜ見てもらわない。失礼、気の利かぬことを聞きました。あの、できましたわ、お袴。ありがとう。いつもお家では誰がお見になりますの。母が見ます。新平さんのお母様ってどんな方かしら。優しい、いい母です。私一度お会いしてみたような気がします。でも今日は福沢先生のお話をする約束でしたね。先生は不前長津藩の武士の家に生まれましたが、家が貧しかったので遊ぶ時なども身分のある家の子供たちには一歩も二歩も譲らねばなりませんでした。そして15になってやっと塾に通うことができるようになりました。先生はお母さんに使ってよく油などの一号会の使いに出かけました。こんな時貧しくとも武士の子が使いに行くなど恥ずかしいと言ってほかぶりをして出かけたものです。だが先生は平気でした。金を出して買うのに何が恥ずかしいと言って鞘のはげた大小を刺したまま徳利を下げて使いに行きました。しかし大空のように自由な少年の魂はいつしか家柄で縛り付けるような不合理な制度に強い憤りを感じるようになりました。諸君、実はちょっと話があるんだ。僕は学校を辞めようかと思う。辞める？なぜです？辞めるって？せっかくここまで。いや、十分考え抜いた上の決心なんだ。で、どうします？横浜へ行って新聞社に入ろうと思う。新聞社？武士たるものは。頭取が去られてから頭取のご心中をいろいろと考えてみた。そして先生のお言葉の意味が分かってきたような気がするのだ。言葉はどうであろうと頭取は新政府へ目売りをしたんだ。栗野君、言葉が過ぎるぞ。関さん、我々が俗心の指定となり我々の家族が上苦しんでいるのは元を正せば皆薩長の新政府。うん、分かる。僕もかつては憤りに行くんだ。逆賊徳川の指定に何がいいのだ、何が数学だと思ってもみた。あ、栗野君、我々が薩摩田長州だと言って騒いでいる間に薩長自身はもっと大きな力に押し流されているのではないだろうか。御霊新兵をあれだけの武勇を持っていても昔なら一生一回の町人に過ぎ、しかし今は平等に再列しうるチャンスを与えられているのだ。首脳交渉一律一体、時勢は変わってしまった。昔の愚痴は老人に任せよう。うん、しかしそれと新聞と何の関係があるんだ。うん、外国では内外の政治に関する世論を左右するものはすなわち新聞であると聞いている。しからば国事たたんの時僕もまた時期を置いて新聞記者となり事情痛快に論じたいと思い始めた。うん、なるほど。いつぞや回転丸のことが申し草に載っていた。僕はあれ以来君らに隠れて横浜の新聞社へ何回となく投書したのだ。幸い僕に文章の才あると認め、この度新聞社より入社方を懇望してきた。男子危機に感づだ。僕は断然妻子を引き連れて横浜へ立つ。そうか、それじゃ俺も何かやろう。いや、君はここにいたまえ。ここもやがては新政府の兵部省に合併されるだろう。なすべきことは山ほどある。合併？徳川家の兵学校を新政府が？僕は信じられん。お読みになりまして。あと70ページです。お願
ではまた。シェイクハンド。俊平さん。おじい様の薬代に。いけませんわ、こんなもの。どうした？学校放逐となった。放逐？優等放蕩不業績にして将校の器に怠惰を持って教授方周囲の上嘘だ嘘だ。諸君驚くながれ、我が輩この度教授となり徳島藩に赴くのじゃ。教授？貴様本当言え本当。事実だ。この度諸藩より申し込みあって我が兵学校からも十数名教授方として思うことになった。我が輩もその一人だ。教授どうじゃな諸君、羨ましかろ。そうか、よかったな。ちくしょう、うまくやれったな。よし。おい諸君、集まれ集まれ。タッタカタッタッタッタカタッ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 。諸君、この度富岡上六徳島藩教授として招聘されることになりました。で今宵は大いに有志の者を集めて赤別の宴を張りたいと思います。続いては文明開化の我が兵学校出身の教授として恥ずかしからぬよう、合わせて今次断髪式をも挙行いたします。先生、はいはい、お願いします。この様子より考えるに、日本とカリフォルニアとは向かい合わせの隣国であって、ことにこの頃では太平海の比較線もできて、わずか20日の船で彼方へ渡ることができるんだ。ゆえに日本の人もおいおいカリフォルニアへ出かけて、元手のある者は交易商を始め、元手のない者は金山の渡世をして、ついには信頼を引き出す者も多いことであろう。これまた日本開国の御託である。では今日はこれまで。君、はい、先生質問です。
ヒストリー・オブ・ポリティカル・エコノミー。非常に難しいものを読んでるな。西暦1860年、サンフランシスコにてこれを求む。カンリン丸乗り込み IK か。IK？ 水玉。かまぼこ屋が読んでたのか。おい、あ、この本はどうして手に入れた。聞いてるのだ。どうして手に入れた。盗んだのか、拾ったのか。貴様、よし、肝を入れてくる。ここしばらく静養が肝心です。明日の今頃また回ってまいりましょう。ありがとうございます。中のかまぼこ屋が読んだった。貸したのか。それともキャスめ野党に入ったのか。父上の大事な形見を夜によって長州のやつに怪我させると。いえ、わけを言え。黙っていてはわからんではないか。はい、あのお貸ししたのでございます。何、貸した。まさかにそんなに怒らんでもいいだろう。けしからん。どんな縁故あって貸したんだ。どうしようの縁故だろう。そんなことでこの貴重な本が貸せるわけはない。するよ。いつ貴様はそれほどに年頃になった。女子が床にもない男に物を貸す、尋常なことで済むか。いいえ、あのお貸ししたのではございません。売ったのでございます。何、おじい様の薬代はその金か。売った。無礼な奴だ。金に物を言わせたか。どこで売った。どこで会った。どんな口聞いた。いえ、するよ。町人不在だ。邪魔の体にも手をかけたろ。え、バカめ、あげれ果てたやつだ。いつ根性を立った。いえ、違います。決してそんな。友人の手前もある。町人ふたぎちゃう。お兄様。待て、和田国。お兄様。外へ。出て行ってる。なぜです。切られる場合はありません。内藤洋さん、本をお借りしたことですか。借りた。抜け抜けた。貴様妹に何をした。この兄には言えまい。金
のことですか。こいつ決闘だ。刀を抜け。決闘？やだ。何？決闘する理由はない。理由のないことに死をかけて戦うのが運だ。武士の面目を貴様踏みにいるのか。僕は武士ではない、町人だ。よし、貴様が抜かんなら俺が抜く。あなたはあくまで戦う気か。俺は武士だ。降りかかる日の子だ。やむを得ない戦おう。町人だが僕にも腕に覚えはある。よし、行こう行こう。自害したぞ。
美学校が東京へ移れば私の家だって寂しくなるわ。学生さんがいらっしゃらなければもう前のようにはいかないし。でも楽しいことも随分多かったわね。私夜お店に一人で座っていながらきっと皆さんのことを思い出してよ。痛む？俊平さん、正邦さんももう仲良くなさいね。私にはよくわからないけどこれから何もかもきっとうまくいくと思うわ。じゃあお大事に。今度来るときは梅の花を持ってきてあげましょうね。キュウリ学天文数学万国史英語仏語。我々が新政府の陸軍士官となる。まるで夢のようだ。貴様ともずいぶん長い馴染みだったな。ありがとう。東京行ったら僕も生まれ変わる。見ててくれたまえ。あなたなら大丈夫。でも僕皆さんとお別れするかもしれません。福沢先生の慶応義塾へ行きたいと思います。そうで何をやる。経済を専攻にしたいと思っています。出が出ですしどうしても一番ぴったりしています。よかろう。これから互いにベストを尽くそうな。ええ大いにやりましょう。力いっぱい。出発に際し指揮官として一言申し述べる。言うまでもなく我ら200の兵学校生徒はこれより東京和田倉門陸軍養成所に向かって行進を開始する。我が兵学校は文化における最高の学府たりしのみならず我が国軍政改革の大いなる基礎となったのである。各自あくまで正々あくまで堂々新しき時代に向かって行進を開始するの覚悟を持って行動されたい。ではこれより行進に移るが、その前に
我らが本庄たる志向者に向かって、惜別の礼を取りたい。一同